白坂慎太郎です。今回はですね、この新 YouTube チャンネルお金の大学の開設に関しまして、ご挨拶でお話を聞いていただきたいと思います。でまずですね、簡単な私の自己紹介をさせていただければと思います。で私はですね、大学を卒業してですね、小学生を対象とした進学塾の講師として就職しまして、会社員をやっていました。その時はですね、専門教科っていうのが社会という教科をやっていました。地理とか歴史とか公民というのを小学生に教えて、それで難関中学校の中学受験に子どもたちを合格させていくという仕事をやっていました。でその中で、社会というのを、結局ですね、小学生に15年、教えてきたんですけれども、その子どもたちに教えてきた社会という教科の中でですね、本当にその子どもたちが社会に出てからすごくこう役に立つ知識と、残念ながら学ぶことができてなかった、小学校中学校高校そして塾で学ぶことができてない社会というのの両方があるというふうに気づいたんですね。で学んですごく有意義だったっていうのは、例えば地理の知識だったり、アメリカっていうのはこういう国で、中国っていうのはこういう国でっていう、その地理の知識っていうのはすごく有意義だったと思うんですね。でもしくは歴史ですよね、私たちが歴史から学ぶということで、例えば織田信長っていうのはこういう人だったとか、豊臣秀吉だったらこういう人だったとか、徳川家康だったらこういう人だったとか、そういう知識っていうのは非常に価値があったと思います。ところがですね、小学校中学校高校大学、この16年間で全然学ぶことができてなくて、当然塾でも子どもたちに教えることができなかった、っていう知識がありました。でそれは何かっていうと、お金に関する知識なんですよね。お金っていうのを、例えばどうやって増やせば、私たちはお金から自由に生きることができるのか、経済的自由を実現できるのか、って言ったようなことっていうのは全く学ぶことができなかったんですよね。なので、私は実際社会に出た後に、大学を卒業して社会に出た後に、また独学で、お金っていうのを学び直したというところがありました。具体的に言えば、どうやったらお金から自由に生きられて、そのためにどうやってお金を増やしていけばいいのかっていう、その知識知恵というのは、社会に出てから学び直したというところがありました。でやっぱり私たちの人生にとってお金っていうのは非常に重要なものなんですよね。やっぱり人っていうのはお金というのを一つの基準として、例えばそれを物事をやるとかやらないとかっていうのをこう決めているというところがすごくあります。だから私たちにとってお金っていうのはものすごく身近で、ものすごく重要なテーマであるにもかかわらず、義務教育とか学校教育では全く学ぶことができていないわけなんですよね。なので、私が社会に出た後に学ぶことができたそのお金の知恵ですよね、っていうものをこの、新しい YouTube チャンネルお金の大学では、どんどん共有させていただきたいというふうに思っています。目的はやっぱり経済的自由ですね。お金から自由に生きるためには、お金に関してこういう考え方、こういう知識っていうのが非常に大事だというのをお伝えさせていただきたいというふうに思います。最終的に経済的自由っていうのを実現することができた場合っていうのは、お金っていうのが空気のような存在に変わっていると思うんですね。空気のような存在っていうのはどういうことかっていうと、まず空気っていうのはものすごく大事だということですね。私たちは空気がなければものの数分で、自分の生命がですね、危機に瀕してしまうというぐらい、空気というのはものすごく重要なものです。でお金っていうのも空気と同じようにものすごく重要なものだと思うんですね。でところが私たちは空気のことを日々心配したり、空気のことで悩んだり、空気のことで不安に思ったり、っていうことで生活するってことはほとんどありません。それはなぜかっていうと、空気は大事なんだけれども、しかし吐いてもまた吸えるっていう安心感があるからなんですよね。どん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 自分の体から大事な空気を吐いたとしても、どん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 自分が必要な分の空気っていうのを吸うことができる、吐いても吸えるというその安心感があるから、お金に関して空気に関しては
ね、心配もしないでいいし、悩む必要もないし、まあ、ある意味空気のことを考えずに空気から自由に生きることができているわけです。で、私たちはその お金というものを空気と同じような状態にしていきたいわけなんですよね。まあ、すなわちお金は極めて重要ですと、ものすごく大事ですと。ただお金のことを心配したり不安に思ったり、お金のことで悩む必要がない。どうしてかっていうと、お金は使ってもまた入ってくるというその流れというものを、まあ、自分自身の中でしっかりと作っていくことができれば、お金というのは重要なんだけれども心配する必要がない、不安に感じる必要がない、ね、それでつまり自分の頭の中でお金のことを考える必要がない、そういう本当のお金の自由っていう状態を実現した上で、自分の本当に好きな人と好きな場所で好きなことをやっていく、そういう経済的自由っていうのを実現していきたいということなんですよね。で、そのために有効な知識っていうのは、やっぱりどうやって自分にお金が入ってくる流れを作るか、そしてそのお金を増やすためにはどういう知識っていうのを持った方がいいのかというのが非常に価値の高い知識だと思っていますし、まあ、私が実際に大学を卒業した後、本当の実社会に出た後に自分で自力で、まあ、独学で学んできた知識知恵っていうのが、まあ、たくさんありますので、今回はですね、この新しい YouTube チャンネルでそのお金に関する知識知恵というのを毎日ですね、共有させていただきたいというふうに思っています。なのでですね、もし経済的自由とかお金から自由に生きるとか、ね、お金を増やすとか、お金が入ってくる流れを作るとか、まあ、こういったテーマに興味関心があるということであればですね、この新しい YouTube チャンネルお金の大学はですね、きっとあなたのお役に立てるというふうに思っていますので、ぜひチャンネル登録をしていただいた上でですね、明日以降の動画更新というのを楽しみにしていただければというふうに思っています。はい、ということで今回はですね、新しい YouTube チャンネルお金の大学の解説に関しまして、ご挨拶ということでお話を聞いていただきました。あなたのとても貴重な時間でのこの動画のご視聴に感謝しています。ありがとうございます。